日銀の黒田総裁は今日名古屋で講演し、新型コロナの感染抑制と経済の両立が進み、家計・企業とも持ち直しているとの見方を示しました。米国の消費者物価指数はこのところ幾分上昇率が鈍化しつつもなお前年比 8% 程度となっており、エネルギーや食料品にとどまらない広範な品目の価格が上昇しています。為替をめぐっては、今月10日に発表されたアメリカの消費者物価指数が市場の予想を下回り、インフレが収まりつつあるとの見方が広がったことで、1日で7円以上も急激に円高が進みました。黒田総裁は、欧米で景気が想定以上に後退するリスクとともに、インフレが高止まりするリスクも意識されていると述べ、先行きについて慎重な見方を示しました。